さて、変わっては高校生の日常をご紹介しますカラフルハイスクールです。今日は筑紫野市にある武蔵台高校の学食をご紹介します。今日は武蔵台高校の食堂を紹介します。なんと10月から日替わりのひつり鍋が登場しました。イエーイ。鶏ガラと野菜の旨みが凝縮された鶏団子鍋、味がしっかりしてて美味しいです。味が染みてて美味しいです。クリームが濃厚で美味しいです。手作りにこだわった食堂のご飯で寒い冬を乗り切ります。寒い季節にはありがたいですけど、学食に一人鍋って珍しいですよね。羨ましいですね。どれも美味しそうでした。あ、通りますよね。学食もいろんな特色がありますよね。もし皆さんの周りにもこういう学食には珍しいメニューがあるとか、あるいはその他学校で今身の回りで起きていること、流行していること、部活動など何でも結構ですので、皆さんの投稿お待ちしております。今出ておりますこちらの QR コードの方からぜひ投稿を送ってください。お待ちしております。